ふるさとを愛する心を育んでもらおうと、深谷市の小学校で地元産のトウモロコシについて学ぶ授業が行われました。深谷市立半沢小学校の3年生が参加した授業では、市内の農家が先生役となり、地元で育てられているトウモロコシ、未来について学びました。児童らは先月、未来の苗を学校の敷地内に植え、水やりや草取りなどをしながら育てています。花粉がここにかかんないと、このひげがですね、このひげがね、ずっと下の地べたぐらいまで伸びちゃう。受粉しないと。授業では、深谷市では全国に先駆けて未来が作られ始めたことや、1日に多い時で13本入りの箱5000箱が関東や東北に出荷されることが紹介されました。また質問コーナーでは、未来の特徴や大きさや形によって味が変わるかなどの質問が上がり、子どもたちは未来は糖度が果物のように高く甘いのが特徴であることや、大きいものが美味しいことを学びました。児童たちは来月中旬に自分たちで育てたトウモロコシを収穫する予定だということです。そろそろ育てていくから頑張りたいな。トウモロコシを収穫する時が楽しみです。